こちら、はい、空気清浄機でございます。はい、空気清浄機でございます。はい、まあでもただの空気清浄機じゃなくて、すごいところがあるんですよ。お、まず一つはね、一つ、はい、フィルターの交換がいらないんですよね。めちゃくちゃこう水洗いしやすい仕様になってて、もう水でジャバジャバジャバって洗って乾かしたらもうすぐ使えるというね。こちらです。こんな感じになってます。これとかですかね。おー、すごい。もうこんな感じで空気をきれいにしてくれるんでしょうね。うんうん。で、先ほどのフィルターもね、こちらのブラシできれいに磨くことができますので。私なんと、こんなね、結構ちょっとデカめのフォルムなんですけど、めちゃくちゃ静かなんですよ。そう、もう図書館ぐらい静からしいです。横に置いて真横で勉強しても全然気にならないぐらい静かです。あ、じゃあ快適に寝れますね。しかもそんだけ静かなのに超パワフル。36畳分の部屋の空気を6分間あれば全部リフレッシュできるという、それぐらいのパワーを持っています。ここが何畳？ここはね、多分11、12ぐらいかな。あ、じゃあ結構な広さだね。いや、全然よ。だってほぼ業務用みたいな。デザインもこんな感じで可愛らしくてね。可愛い、プリッチ。あとはなんといってもね、わざわざ押しに来るのめんどくさいじゃないですか。アプリと連動してるんで、どこで行ってもね、ピッてやったらウィーンって勝手にやってくれる。ちょっとさ、どれぐらい静かなのかさ、知りたいから一回ちょっと使ってみてもいいですか？いいよ。ちなみに今マックスで動かしてます。おお、扇風機。今が1番です。すごい、めっちゃ静かになった。というわけでね、こちらの商品気になった方がいらっしゃいましたら URL 載ってますのでクリックして見に行ってみてね。それではこの動画いいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してね。 SNS もやってるよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。グッデイ。